やっぱりこの大きいスクリーンでカーレースや本当にライダーのアクションなどを見たら本当にやっぱりすごいんだろうなと思って、本当にあれですね、早く見たいんですよ本当に初めから最後までも白熱してたなっていう、もう熱い内容だったなっていうのと、僕最後らへんキリコとああいう風になっててなんかちょっと面白かったなというか、僕も本来多分こうなってたはずが多分こうなってるのでそれがちょっと自分で見てて面白かったなと思いました。あとはなんか電話の時のちょっと懐かしいセリフとかもあったりするので、そこはなんかちょっと気になった方はドライブとともに電話もちょっと DVD をね見ていただいて応援していただけたらなと思いました、はい、ありがとうございます。皆さん、久々のテレビいかがでしたか？ただやっぱり映画館で、こうやってもう一番早く見ていただいた皆様のお顔が見れる機会っていうのは本当に、すごい素敵な瞬間だと思うので、本当になんか多分皆さん本当に良かったって思ってくれたんだろうなって今勝手に思ってる空気だなっていう、本当にこうそうそうたる先輩方と、いつもレギュラーメンバーたちと、本当に愛あふれるスタッフの皆様とこういう映画を作れたのは本当に良かったなと思っております。ただ今後どうなるんですかね、僕みたいなところで皆さんになんか心配していただけたら、もう本当にちょっとでいいです、ちょっとで、あくまで仮面ライダー3号なので、なんか最後にねマッハは死んだって言ってた人がいると思うんで、あそこからどうストーリーがつながっていくのかっていうのを、皆さんぜひ、楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。いや何分もこれ3月21日公開になってからがさらなる楽しみというところもあるかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、僕は今回どちらかというとその、出演させていただいてるんではありますが、見ていてすごく竹内君であったりとかその後輩ライダーの活躍ぶりをじっくりと自分も一視聴者として楽しませていただいた部分っていうのは確かにあって、その中でも竹内君 のいいセリフがねあるなと思って、僕は結構ジーンときたんだけど、負けることで成長できたっていうね、あのセリフ、確かにやっぱりこういう精神って必要だよなと思う時あるなっていう、自分も本当に試写で見させてもらって自分自身がそう映画に教えられたというかね、そういうような部分があったんで非常にいい映画だと思いました。10年経っても橘咲也はやっぱああいう感じなんだとかありまして、はい、自分でもちょっと安心しました。やっぱりそこにハマっちゃうんだなって、はい、自分のこととしてはそのぐらいですかね。久しぶりの変身もおられたと思います。皆さんどうでした？はい、萩野さんご自身はいかがだったでしょうか？初めすごい不安だったんですけど、こう久しぶりにポーズをしてみて、その後モニターで見たときに、あ、橘咲也っぽいなと思ってその瞬間ちょっと安心して、その後の撮影に挑めるなと思いました。それありますよね、モニター見て、あ、ぽいぽい、似てる あ、こんなんだったっていう、そうそうそう、はい、あるんです。そういう確信があられるということで、レイドチームの皆様も声の出演があられましたね。そうなんです、ありがとうございます。でも自分のところでもう精一杯じゃないですか、僕の場合は。だからそれがどこまでちゃんとね、歴代のブラック将軍のそのイメージを壊さずにですね、そこに少しでも近づいた形で表現できたかなっていう、そこだけですね。私はもう皆さんはもうねスペシャリストだから、皆さんおのおののことをねベストで、作り上げたという、そういう評価があると思うんです。私の場合はですね、いかんせん顔はベビーフェイスなもんですから
あのそれ押しますよ、そうなんですよ、そうなんですよ、言われ続けて、おだいやあの現役の時もね、はい、もうちょっと顔が怖かったらなって言われるんだよね、あやはりプロレスそういうものはそうなんですよ、いちいちなんで入ってくるんだよ、俺の番だからすみません、あの悪い癖で、あんたとコンビじゃないんだから、今日初対面なんですよ、ね、初対面だもん、すみませんね、全部持っていっちゃったからいいとこいいだって高田さんね、あの撮影中もロケでずっと喋ってるんですよ。あ、そう。はい、あの喋り好きなんだね。え、そうですね。うん、じゃああと1分間黙ってて。あ、わかりました。黙る仕事を覚えます。あ、そうです。じゃいいんだけどね。忘れちゃったよ。いやそれよりあの高田さんと半田の後に喋るのがこんなに喋りづらいのかって僕すっごいこの待ってる間すごい嫌なんですけど、まああのですね、初日に、竹内くんをこうちょっとドライブを守るっていうようなあのアクションシーンがあったんですけど、ちょっと見た時にアクションが、3分の1ぐらいになっててちょっと寂しいなと思ったんですけど、もうこのアクションをやった後1週間ぐらいずっと筋肉痛だったんですけど、ね、そこまで僕ちょっと頑張ったんですけど、アクションが短い頑張ったのにと思ってまあだけどですね、本当にあのなんつうんだろう、今のライダーってすごいこうスピーディーで、CG もすごくて、すごいかっこいいな、僕らの時代はなんか泥臭くてね、なんか CG もそんなになかったし、今のライダーかっこいいと思って僕は見てましたね。本日お集まりの皆さんは初めて、ご覧になったお客様ですよね。はい、はい、僕も本日の登壇のために、一昨日かな、完成した DVD をいただきまして、実はもう4回見ました。見ちゃうよそれ。じゃあもう正直な話言いますね、自分の変身シーンは12回見ました。どうだった？いやめちゃめちゃかっこよかったですよ。いやだってさ、あなたもう慣れてるじゃないか、はい、ね、あのカシャンっていうの見ないでもできるじゃん、カシャンカシャン、はい、あの正直現場で僕はカメラマンさんの隣にいながら及川さんの返信見て、うん、かっこいいってずっとシャメ撮ってたんですよ。シャメ撮ってたかっこいいな、演出とかダメだよ。いやテストの時にもうさ、あのポーズの手がもう震えちゃって、あの興奮と緊張で、はい、いやこれはいかんいかんと思って、その一回ライダー好きっていうのをやめようと思って捨てて心のメットオフみたいな。はい、なんとかあのしっかり、変身できて、またね最新の CG 技術でもってこう昭和の変身というものがこう実現できた。いやもう早く帰ってまた見たいです。ありがとうございます。